それではメリークリスマスということで定例会見を行います。今日お配りしてますように、参議院選挙の選挙区候補ですが、これまで発表した人もいるんですけども、今日北海道選挙区と福岡選挙区について、現地でも発表をしておりまして、全部で10人になりましたので、一応節目ということでまとめて、ご報告を、したいと思います。1年半に後に迫りました参議院選挙に向けて、選挙候補を擁立を今急ピッチで進めておりまして、そのいわば第一弾的に今日はまとめて、ご紹介をしたいと。現職は東京選挙区の吉良佳子参議院議員、それから京都の倉林明子さん、大阪の辰巳孝太郎さんの3名です。それ以外にも北海道選挙区で畑山和也衆議院議員、前回この間の先日の総選挙で、北海道比例で戦って、残念ながら議席に本当に惜しくも届かなかった畑山和也党政策委員会副委員長もですね、今日発表いたしました。埼玉は伊藤岳さん、千葉は浅野文子さん、神奈川は前回も、埼玉伊藤岳さんは前回の参議院選挙、埼玉選挙区でも立候補しています。神奈川浅香由香さん、愛知の須山初美さん、両名とも前回、惜しくも議席に届かなかった方、三重は中川民秀さん、それから福岡が今日発表した、現職の大型市議の川野翔子さん、37歳の女性。今急ピッチで参議院選挙に向けて選挙区候補の擁立作業を進めておりますので、また発表する機会もあるかと思いますが、今日はこの10人ということで紹介をさせていただきました。必勝を聞きたいと。特に東京、京都、大阪の現職区は必ず議席を守り抜くと。さらにそれ以外のところでも議席を伸ばすために力を尽くしたいと思っています。私からは以上ですが、はい、呼び出に関連して見ると、基本的には複数区の候補者はほとんど多いと思いますけれども、複数区から立てていって一人区はどういうような形で擁立する方針等はございますか？それは複数区も一人区も擁立をすると。で、野党共闘は野党共闘としてやりますけれども、党の候補者擁立して、そして必要な協議やっていくということで臨むつもりですので、複数区のところはこれは党もそれなりの力を持っているところなんで、先行的に決まっているということで、特に選挙の戦略上の問題で、こういう発表になっているわけではありません。確認なんですけど、32ある小選挙区、1人区に関しては、基本的には全員で立てる方針で臨むという、全員32人の候補者は擁立して、そしてその上で野党間の協議に臨んでいくという方針でいこうと思っています。その他どうでしょうか？いつ頃までに構成をと、目指す、来年の7月の、夏ぐらい。それは今全体にこう示している、指示しているのは急いで速やかにということですので、いついつまでにということは特に決めてません。統一地方選挙の候補者については3月中ということで期限区切ってますので、ですけども、できるだけ早くと思ってますが、参議院も。京都新聞の坂井と申します。おととい、サポーターの相談会されたと思うんですけども、どんな意見が出たか、主なものは。主なものって、もう本当にいっぱい出たあれなんですけど、やっぱり期待の声が次々と出されたのと、できるだけそのいろんな多様な人々をの意見を反映するような緩やかな組織というのにしてほしいというようなことですかね。あとは
募金なんかの形で共産党を応援したいと思っている方がたくさんいるので、そういった人たちが気軽に参加できるようなものにしてほしいとか、1回入ったら出られないというんじゃなくて出入りも自由であったり、他党の人を支持することも許容するようなそういう仕組みにしてほしいとか、そういう、希望が出されました、はい。大変参考になる意見ばかりだったので、出た意見をもとに今具体化の作業もしておりまして、1月末にはサポーター制度をスタートさせようというような話がありました。共産党との関係は結構断崖絶壁みたいな感じがあったんだけど、だん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 なだらかな斜面になりつつある。でもっともっとそれをなだらかにしてほしいというような意見も出てましたね。はい、昨日放送のラジオ番組で立憲民主党の対応について、その共闘という言葉がないので心配していると。それ今後どういう形でその共闘を結びつけていくのか、その辺りいかがでしょうか。ラジオで申し上げたのは、立憲民主党とは政策的な、ね、一点が大きいんじゃないですかということと、それから、枝野さんがなかなか市民集会でも C さんと並びませんねという問いかけがあったもんですから、私の方から言ったのは、政策的な一致はかなりあると思っていると。ただ共闘の意思がね、なかなかやっぱり立憲民主党の中心幹部から示されていないのが大変気になるということを申し上げたんですね。でこれはやっぱりみんないろんな集会なんかでの立憲民主党の幹部の方が来られた時の挨拶なんかも聞いていると、その共闘という言葉がなかなか出てこないというのがありまして、かなりみんなそんな思いを持っている。でそういったことは ああいうラジオで発言することを通じて間接的にも立憲民主党の方にも伝わるかなとも思いますし、いろんなルートで立憲民主党の幹部の方とお話しするときに、そういう我々の懸念というか問題意識というのは伝えております。その都度、そんな形でとりあえずは進んでいくのかなと。でやっぱりその市民の皆さんが期待しているのも、やはりその気持ちのいい共闘関係を特に立憲民主党共産党との間で、ね、作ってほしいという希望が強いと思いますので、ぜひそういう希望に応えて、前向きな発信をしてほしいなというふうに思っているところです。改めて立憲の幹部から共闘という言葉が聞かれないとかですね、幹部同士国枝さんが並ばない、これはどういうふうに理由があって、どういう狙いがあり、どう評価を。それはよくわかりません。立憲民主党に聞いてください。私も聞きたいところだと思います。はい、いろんな理由多分おっしゃるとは思うんですけどね。ただやはり今回の選挙で市民がやっぱり立憲民主党に一票を投じた市民が期待したのも、やはりその市民と野党の共闘をこう進めてくれるっていうことにかなりのやっぱり期待があったと思うので、やはりそこのところ明確にされることが立憲民主党の今後にとってもプラスになるんではないかなというふうに思いますし、やはりその野党、市民と野党の共闘を前に進める上でも、そこが鍵を握っている課題かなというふうに思いながら、見ているということです。民主党は連立とかを開いて、前から統一会派、統一協定についての両党、統一会派という動きが、その3党で民主党が出ているということについては、どう考えましょうか。どういう組織形態とか、どういうその連携するかというのは、それぞれの党の判断によるところだとは思いますが、民進党の皆さんに忘れてほしくないなと思うのは、民進党の党首が加わって野党間の合意があるわけですね。この希望の党の合流する以前の段階で、さまざまな野党間で党首の合意しているわけです。だから市民連合を介した合意も民進党と
まあ、他の野党との間でやられてるわけですね。でどうもこの間その議論が出てこない、まるでなんかなかったかのようになっているところは、まあ、大変懸念をしておりまして、やはりその民進党について言うと、まあ、そういう、こう統一会派であるとか各党の関係ということを以前にやっぱり市民との約束、それから他の野党との党首間の合意、これはやっぱり守って行動するのかどうかということに我々は注目しているというふうに言いたいと思います。ぜひですね、この間確認をしてきた野党間の合意に基づいて行動していただきたいというふうに思います。